今日のお話はですね、昨年2020年を振り返りまして、このですね YouTube チャンネルを始めた時のお話や、昨年1年間の視聴回数、視聴時間などですね、そして最後にはですね収益のお話も交えながら2020年の YouTube チャンネルについて振り返っていきたいと思います。それではスタート。はい、どうもスタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。始まりました。2021年、新年明けましておめでとうございます。本年度もよろしくお願いいたします。ニュースタイルでのスタートとなりました、スタッフ健太の自転車塾、昨年末のですね12月の30日頃から、1月のですね4日頃までずっとですねこの YouTube の編集ソフトのですね勉強をしていました。今回ですね編集ソフトの方を、Mac のですね中に無料で入っている、iMovie からですね、新しいパソコンを購入しまして、Final Cut Pro というですね編集ソフトに切り替えております。そんなお話をですね交えながら、2021年の1回目のスタートは YouTube のですねお話をしていきたいと思います。 YouTube をですね始めたのは、昨年のですね1月の30日からスタートしまして、もう少しでですね1年が経とうとしております。本当はですねその YouTube チャンネルを始める約1年前ぐらいからですね、始めようと思っていましたが、いろんなことをですね調べていくうちになかなか踏ん切りがつかなくて、いろんなですね機材を集めなきゃいけないとか、編集はどうやるんだとか、ネタはどうするんだとか、まあいろんなですねことを考えていましたが、今考えるとですねその1年間が非常に無駄な時間だと思ってます。YouTube に関してもですね、レースに関しても、いろんなことにですね言えるかと思いますが、何事もですね一番初めからうまくいくことなんてありません。とりあえずですねチャレンジしてみて、何度も何度も失敗してですね修正しながら成長していくことが大切だと思います。結局ですね、1年間、何か調べたり、この機材を集めなきゃいけないとか、いろいろですね、悩みながら、最終的にはですね結局機材を買うお金もないので、手持ちのですね iPhone と、MacBook Air でですね、この YouTube の編集を始めました。正直言っちゃうと、初めはですねこの iPhone とですね MacBook があればある程度のところまではいけます。もし今後ですね YouTube を始めようと思っている方がいらっしゃいましたら、手持ちのですねスマートフォンとパソコン一つあればですね編集が可能となっておりますので、ぜひですねチャレンジしてみましょう。それでですね先日もちょっとお客様の話の中でちょっと話題になっておりましたが、1年前ぐらいのですね YouTube を始めたばかりの動画、これがですねまた BGM が大きかったり効果音がやたらと入ってたりですね、今見てもですね本当に恥ずかしいような感じの YouTube の動画なんですが、こんな感じでですね人間は失敗を繰り返して成長していきます。もしかするとですね初めあたりに撮った動画に関しては後でですね消すかもしれませんので、まだ見てない方はですね今のうちにチェックしてみてください。それでですね今日の話の一番の目玉、昨年ですね YouTube を始めて1年間でですね、視聴回数はどのくらいだったのか、視聴時間はどのくらいだったのか、そしてですね最終的な収益はどのくらいだったのかということを発表していきます。まずはですね視聴回数になります。視聴回数はですね約101万回再生されております。そしてですねその101万回見られてる中でですね、視聴時間の方は約ですね560万分見られていることとなりました。ちなみにですね1日の時間を分に直すと1日ですね1440分の計算となります。
その時間をですね、視聴時間で割ってあげると、昨年1年間でですね、3900日分の時間をですね、見られてることとなりまして、皆様のですね、10年間分のお時間をですね、ご視聴いただいたこととなりました。本当にありがとうございます。実はですね、この視聴時間、当店のホームページのですね、視聴時間の約6倍となっております。ホームページの方はですね、1年間を通して約ですね、1日あたりのアクセス数が2000件となっております。はたまたですね、YouTube に関して言えば、まあ多少のですね、波がありますが、1日あたりですね、だいたい3000から4000アクセスありまして、閲覧するですね、時間の方は6倍もの差があります。このですね、YouTube を始めて思ったことが一つありまして、ここ最近ですね、Google のアルゴリズムがですね、少し変化しておりまして、検索をですね、する段階で、YouTube のですね、動画のリンクが上へとですね、表示されてきているため、アクセス回数が増えているのだと感じます。最近ですね、Yahoo やGoogle などですね、検索サイトで調べ物をする際にですね、よく YouTube の動画がですね、上へと上がってきてるのを見ませんか？そのことです。Google とですね、YouTube は、アルファベットというですね、会社の、一部となっておりまして、今後もですね、検索サイトにおいては、動画がですね、どん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 上の方に上がってくると思いますし、もうすでにですね、YouTube を検索サイトとしてですね、使ってる方も非常に多くなっております。これを踏まえましてですね、当店では、ホームページのアップとですね、YouTube の編集アップの方をですね、同時に進めていきたいと思いますので、どうぞチェックの方をよろしくお願いいたします。そしてですね、最後に、気になる昨年1年間のですね、こちらの YouTube チャンネルの収益についてお話をしていきます。実はですね、この YouTube の収益なんですが、直接ですね、私に入ってくるものではなく、会社のですね、口座に入れております。ですので、当店の場合は、例えばですね、ホームページをアップするとか、SNS をですね、更新するということと、同じようにですね、YouTube の編集が仕事のですね、一部となっております。YouTube のですね、良いところは、当店のお客様のみではなく、全国のですね、皆様に見ていただけることだと思っております。そのですね、お仕事でもあります、YouTube のですね、昨年の収益の結果。私の場合はですね、1月の30日から YouTube チャンネルを始めまして、4月のですね、後半あたりには、収益化が可能となっておりました。5月からのですね、8ヶ月間の収益の結果がですね、こちらになります。約ですね、2700ドル、日本円で換算しますと、約ですね、28万円程度になっております。このですね、数字を見て、おーって思った方もいらっしゃると思いますし、微妙って思った方もいらっしゃると思いますが、おそらくですね、私が2020年にですね、この YouTube に関してかけた時間から計算しますと、時給で言ったらですね、おそらく200円から300円程度の仕事となっております。一番ですね、時間がかかるのが、動画のですね、編集の時間となります。毎日ですね、アップしてる YouTuber の皆様はですね、編集作業や撮影などですね、別の方に任せている場合もありますが、私ぐらいのですね、視聴回数ですと、この程度のお金しかなりません。ただですね、大事なのは、視聴回数でして、チャンネル登録者のですね、数が少なかったとしても、視聴回数がですね、多かったり、長い時間見られることが非常にですね、大事になってきます。今後ですね、もし、YouTube をですね、始めようと思っている方がいらっしゃいましたら、少しですね、頑張ってみると、お小遣い程度になるかもしれませんので、iPhone とですね、MacBook で、ぜひですね、YouTube 編集チャレンジしてみてください。ということでですね、新年1回目は、昨年のですね、YouTube を振り返るということでお話をさせていただきました。今年、2021年もですね、皆様どうぞご視聴の方をよろしくお願いいたします。少しですね、編集ソフトを切り替えたことによって、この1ヶ月2ヶ月ぐらいはですね、アップする回数が減る可能性もあります。またですね、自転車のネタをたくさんアップしていきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。
ということで、またアップします。